道に落とした iPhone、バキバキになって道路に落としたんでしょうか、車に踏まれたかもしれません、この iPhone。 あの音鳴らすみたいなやつやると TPBB って言って一応中が生きてる状態じゃないかなと8割9割方疑われるんでこれってディスプレイ変えたら操作できるように治りますかねっていうのはうん僕は音鳴ってたら基本大丈夫だと思いますなの中身の接続端子とかが車に踏まれてへこんでたりとかちぎれてたりとかそういったことはないはずなんで、まあ、外見上で全部このボディとかフレームとかが、まあ、こう守ってくれてるっていうかね中身を一応その。 守ってくれてる。皮、膚というかね、骨というかね、人間の体で例えたら、えー、治ると、あのー、言わせていただきます。まあ、それ、あの、治りますかねって言われたときに、いや、治んないんじゃないですかねって、言わないかよ、言わないかよだよ <laughs> <laughs> ね。っていうので、今、修理をさせていただいておりますが、どうなんでしょう。ちょっと画面あったかいですね、なんか、熱い。熱を帯びてる。でも,も、この状態でね、 ぜひ直してでうちの,あの修理あの修理料金の料金をそのまま加算する方式じゃないんで2点3点修理してもらったりその修理の料金ってだいたい3万何がしとかね高くてもねあの5万6万超えるんだったらちょっとねそれ高すぎると思うしねお客さんが中のデータが大事だからって言ってああしめしめこれはぼったくられるぞみたいな感じでもしかしたらやる人もまあいるかもしれませんが程よい金額にしないとまた来てこなくなっちゃうんで。 あの友達紹介してきてくれたりした方がが、ね、よほど価値があるんで1人のお客さん修理したら3件来たらねそもそも,もうまたその3人の人を2人ずつ紹介してくれたら6人になるわけですからね、まあ、そういう部分は大事だと思うので、まあ、安すぎず、高すぎずっていう料金でやりますね。 まあ僕結構ね、安い方を言うんですけどね、他のあの、従業員の人とかにも、例えばね、まああの、抱き合わせっていうか2、2個、3個の修理だったら安くしていいよって言ったら、まあ、消費税分割引ぐらいですかねってなるんですけど、僕は意外と、じゃあ電池交換丸ごとタダで、プラスアルファつけますよって、いうことが言えたりするんで、どうなんでしょう。どこにどう頼んだら安くなるのか、まあ、もう運次第ですね。僕もね、まあ、人によりますね。 この人だかから安くくししたなないなとかもありますしねちょっと低姿勢で来て,来てくれた方がいいんですけど低姿勢で行くと逆にぼったくられるんじゃないかっていうねちょっとこう迫力みたいなのも必要ですしね「<laughs> おうちゃんこれいくらで治るんや」って来られたら「何だこいつ」ってなるし「あのー、いくらでもいいんで直してください」って言うと「ああいくらでもいいんだじゃあ100万」<laughs> ってなるかもしれないしねそこはねえー 難しいところですね。やっぱり人と人とのアイキャッチ、ね、心の心理戦の読み合いでそれは商売ですからね、えー、楽しんであの技術力をぜひ磨いていただいてというところですね話術トークの本とかもいくらでもありますしねやっぱりホストクラブとかで働いてたりした方がこれべしゃりもすごい上手になるわけですしね。画面取れました 3分39秒現在それでは待望のディスプレイをつけたらつくのか見てみますどうなんでしょうはいバッテリーもディスプレイの接続端子もつけました電源ボタンを押しますあっついた つけましたててちょっと触,触ってもいいです。あの5分10分にさてる。ユーチューブ、ライブ配信、あれでまた見えますか？あ見えますか？すかあはい <laughs> <laughs> あ。よかったー言ってます。よかったです。まあというケースもありますので、えー、また引き続きあのバックパネルと電池の交換もやりますが、また別動画でお伝えしてまいります。ありがとうございました。